10章続実る。来たか、ついに会う時は来てしまったのか。普段ネクタイを締めない女性の家にそれが落ちてるのってやっぱり変だよね。まあ落ちてるというのか、いやでもこれ見られたかもしれないって思うよね、多分ね、久世刑事は。もう大丈夫純子ちゃんに殺されない？誰かへの贈り物って考えることもできるかもしれないけど、久世刑事のお父さんもおじいさんもすでに他界されてるらしいし、誠さん、鎌田警部、上原刑事用とか。いやでも大事なのは南第三中学校のネクタイだったことですよ。赤茶と白のストライプで模様があるネクタイ、最近どこかで見た気がするのよね。南第三中学校だよ。探偵でしょ君たち、思い出してちゃんと。赤茶と白のストライプで柄があるネクタイ、どこで見たんだっけ。しっかり考えて。ああ推理する。はい、最近彼が言ってた特徴のネクタイをどこかで見た気がするのは、似たようなネクタイを締めている人を見たから。似たようなネクタイを締めている人を見たから。きっとそう。私が最近会った人たちの中でネクタイを締めている人は3人いたはず。ああ、それは鎌田はしてないでしょ。だから上原、神ちゃん、で誰だ、先生はしなかったよね。福山はしないよね。誰だ、先生だよね。で、あと生徒じゃない、南第三中学校生、あ、これだ、OK、先生、上原刑事、それから南第三中学校の男子生徒の3人だわ。この3人の中で赤茶と白のストライプに模様の入ったネクタイを締めていたのは、随分とまずいもんを持って帰ってますね、久世刑事。南第三中学校の男子生徒、南第三中学校の子、これとんでもないことじゃない？そうだわ、校門であった彼が締めていたネクタイがそんなデザインだったわ。ネクタイ借りられないかしら。電話してみるか、バサッチに。電話帳を、福山先輩、探偵くんって入れてあんの、あゆみちゃんの、ちょっと待って、あゆみちゃんの、もしもしちょっとショックなんだけど、あゆみちゃんの連絡先にも大物のこと探偵くんって入ってんの。先輩こんにちは、立花です。突然お電話してしまってすみません。いや大歓迎でしょ、先生としては。ちょっとご相談したいことが。何を謝っているんだ立花。めんどくさいから要件だけ聞け。ちょうど担当している授業が終わったところだ。それに俺は君からのモーニングコールをいつでも待っているんだぞ処刑だなこいつ。もうお昼近いんだけどな。それでどうしたんだ、立花からの相談に乗らない理由などないわけだが。色恋に関してあゆみちゃんは1ミリも抱いてないだろうね、福山先輩に対して。あ、はい、そこがすごく安心できる。どうしても先輩にご相談したいことがあるんです。ただ思うにも抱いてなさそう。もしやそれは俺にしかできないことなのか。何なりと言ってくれ立花。ああ、まあ君にしかできないことかもしれないね。南第三中学校の男子生徒のネクタイをお借りできないでしょうか。お借りできないっていうか見せてもらうだけでいいんだけどね。ネクタイ、はい、数日ほどお借りできると嬉しいんですけど。何に使う気だよあゆみちゃん。なるほど、それであれば学校にサンプルがあったはずだ。サンプルなら立花に貸しても問題ないだろう本当ですか、助かります。で何本必要なんだ。10本以上。いやそんな正直厳しい。ロットでいかないのよロットで必要ないのよ。いや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 、そんなにはいらないです。1本でいいのよ、なんでロット単位なんだ。遠慮は無用だぞ立花1ダースお願いしますっつって何に使うんだよ。あの今日これから中学校の方にお伺いしても大丈夫ですか。大歓迎でしょう、福山パイセンとしては。ああもちろんだ、俺が君にノーを言うわけないだろ立花。長いんだよなこいつ会話が。
いちいち動画時間長くなるだろうが。もちろん答えは分かったよ。行くから行くから、はい、行くから。ではまた到着したらお電話しますね。分かった。首を伸ばしながら待ってるよ。まあでもやゆみちゃんの顔で探偵っつったらかなり仕事はかどるだろうね。この柔和な美人、支度して出かけなくっちゃ。今日も絶対得するもんね。今日も冴えてるね、あゆみちゃん。なんか大丈夫かこの街。あ、昨日もいなかった？あのなんかコーヒーだかなんだか飲みながらジロジロ見てるやつ。よし、今日も興奮して引き込みだ。事件の手がかり、それに誠さんの情報も見つけるぞ。そうだね。というものの当てずっぽう感は否めない。いやいや、とにかく行動だ。前向きに考えよう。いや、ネクタイについてもうちょっと早く気づいてほしいけどね。それだけでかなりピンとくるものあると思うんだけどね。いろんなものつながるよ。見るかあたり。駅前にも飲食店とか人もそんなに多いな。あ、まあでもそうだよね、賑わってるよね、お昼からって。わおあ、ちょっとあれ大丈夫か。見る。あ、違う見る。どこ、あれちょっと危なくない？あんまり良くない。男子高校生のようだ。一緒にいる女の子とイチャイチャしている。ああ、なんでイチャイチャ、本当？イチャイチャしてるのあれ。ナンパとかじゃないよね。強引なナンパじゃないよね。街の人ち。ラーメン屋の店員のようだ。休憩中だろうか。いや、たまに店のど真ん前でタバコ吸うやつおるけどさ、ちょっと疑うよね神経。タバコいい悪いの話はまあもう一生終わらないからいいけど、でなんかさすがにって思っちゃうよね。ギターケースを背負っている。随分急いでいる。なんかまだ店内のカウンターとかで座ってタバコとか吸われてる方がまだいいわ。店先のここはまずいだろ。ほぼ営業妨害だよそれは。どこかのお店の店員だろうか。店の前で缶コーヒー。ああ、この人も昨日いたよね。おおと一緒にいたよね。見るあたりで、あのパンクな人も気になるな。どこ、このいい、なんだろう、カレー屋の店員だろうか。カレー屋の店員、店の前で佇んでいる。いけすかねえ町長でしょ。絶対なんか良くないことしてる町長もしくは大臣でしょこいつ。あんなひげのやつ見たことねえよ現実で。あのおじいさんなら昔のことを知っているかもしれない。いや、ちょっと昔のことすぎるんじゃない、覚えてること。このティッシュ配りのお姉さんは仕事中のような。道行く人に声をかけたティッシュを配っている。いや、お仕事ご苦労様です本当。呼ぶ誰、片っ端から呼ぼう。お姉さん失礼します。お話聞かせてもらっていいですか。あの美人さん、あの少しお話を聞かせてもらえませんか。美人なんだけど、美人なんだけど絶妙なんだよな、キャラデザがさ。すごくない？あゆみちゃんがやっぱ抜けて美人だもんな。うん、もちろん。ティッシュをもらってくれるならね。あの昨日の証拠マモといいさ、絶妙なんだよな。20個ください。じゃあ一ついただきます。1出す。ありがとう。それで何が聞きたいの？聞く。何が聞きたいの？知ってるかどうかわからないけど、似顔絵を見せてみよう。ああ、似顔絵見せてみますか。見せる。鈴木の似顔絵。この鈴木みのるという人物は見かけませんでしたか？見てないね。いや、でも人の顔ってあんま見てないよな。少なくとも見てたとしても記憶に残るほど見てないよね。そうですか。店員だったとかさ、レジのね、対応してくれた人だったとかさ、そういう絡みでもない限り覚えてないよな、見かけたぐらいじゃ。ごめん、わかんない。だよね、そりゃそうだわ。質問は終わり？じゃあ仕事に戻るね。ありがとうございます、お姉さん頑張ってください。ご協力ありがとうございました。恐縮でした。呼ぶ。あー、じいさんも呼んでみるか。町の人 F。 こんにちは、ちょっとよろしいでしょうか。いいですか。ちょっとやらしいとはどういうことじゃ、お若いの。ものすごくでかい声で喋りましょうか。あ、いえいえ違います。僕は探偵で人を探してるところなんですよ。もうその機能していない鼓膜破っときましょうか。誰を探しとるのじゃ君は。破っとくか。鈴木みのるという人なんですが。あ、知らんわな。あ、
今何と言った？オムを腹から声出せ。お前の声がちっちゃいのも原因の一つだよ。え、続きミノルですか？続きミノルですか？聞こえるか？そらわしの孫の名前ではないか。さすがに嘘でしょ。え、いやそれは嘘でしょ。11歳の女の子じゃ。ちょっとかすってんだよな。なぜ君がわしの孫を探しとるんじゃ。まさか鈴木みのるとは思いもしないわな。身内にそんな名前の子がいたら。鈴木みのりさんじゃなく、この似顔絵の人がですね。見せよ見せよ。ん？誰じゃこのおっさんは。鈴木みのる。え、この人が鈴木みのるなんです。バカもん、わしの孫はおっさんではない。話にならん。おほー、鼓膜ぶち破ってやるよ。そこに習え。すみません、失礼しました。帰れ帰れ、ジジイ、家に帰れ。家から乗ってるんじゃねえぞ。あーと町の人 HAE。 いやでもこういうのさ、だいたいこっち側に一人でさ、あっち側に一人だったりしない？見るあたり、やっぱこのパンクロックな人気になるよね。パンクロックな人は I、L、J、 I の人いとうか。あの、少しお話を。え、これ今急いでんだよ。見りゃわかんだろ。悪いな。いや、わかんねえよ。すいません。急いでるようには見えねえよ。だってずっとそこにいるんだから。あ、行っちゃった。こういう日もある。あ、でもこの人いいんじゃない。あの、昨日もいたもんね。こんちゃ。あの、すみません。いらっしゃい。店はもう開いてるよ。どこだよ。何、刺しもみ食堂の人？あ、いえ、そうではなく、僕は探偵でして、少しお話を聞かせてもらいたいんですが。なん、役じゃないのか。他は当たってよ。俺仕事中なんだよね。いや、じゃあもうちょっと真面目に仕事しろ。ほんの数分だけでいいんですが。真剣に客引きしろ。忙しいんだって。見ればわかるでしょ。見ればわかるんでしょ。勢が多いな、幸福市は。ろくな街じゃねえぜ。店の前で缶コーヒーを飲みながらぼーっとしているだけだもん。足払いかけてやれ。休憩中かサボってるようにしか見えないけど、露骨に迷惑そうな顔もされてしまったし、これ以上粘っても話してくれそうにないな。お邪魔しました。なんだよなんだよ、使えねえな。あ、イチャイチャしてる人たちの邪魔すんのちょっと気が引けるので、この人で。お茶。すいません、ちょっとお時間ありますか？あ、なんだ？そんな怪訝な顔しなくてもいいじゃん。僕は宇津木探偵事務所の探偵なんですが、今、人を探していました。初めて見たわ、探偵って。見ないよね。俺でよければ力になるよ。探偵なんて出会うこともなければ絡むこともないよね。ありがとうございます。では早速。おい、休憩時間とっくに終わってるぞ。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと悪いな、探偵さん。また今度で。なんてこったい。あ、行ってしまった。悲しい。おお、あれしかないじゃん。ヤンキーしか残ってないじゃん。ヤンキーだよね、あれ。そうだよね。まあ、そうなるよな。証拠とか行けないの？あーと、もうみんなこ、あ、あとあれか、あの人か。見るあたり、あの、大臣、もしくは町長。見る、どこ？ライスカレーヘブンの人でしょ？カレー屋のトランダーか。店の。あ、呼ばなきゃいけないのか。呼ぶ、誰？この人。あの、すみません。私、カレー好き。私もカレー好きよ。え？せっかく食べに来たのに、残念だよ。あ、何があったの？聞かせてよ。行っちゃった。行ってしまった。行ってみようと思ったんだけど、違ったのか。え、何？カレーライスじゃなくてライスカレーだったから怒ってんのかな？通りすがりの人から情報を得るのって無理な。まあ、お前の人選びが悪いんだと思うけどね。あー、どうすんの？で、見るあたり。え、見る。え、翔子にママいないのかな？翔子見れる？あ、見れる。スナック翔子だ。気さくなママのいる居心地のいいお店だ。あ、スナックか。あー、考えるか。地元の人で知り合いだよ。翔
生まれも育ちもこの町だと言ってたはず。こんな時間にいる？ママ。さすがにお昼は営業してないかな。24時間営業とかやったらビビるな。いや、たくましいママさんのことは昼間も営業してるかもしれない。たまにオープンで書いてある店とかあってさ、本当かよって思う店あるよね。移動できんの？ああ、スナック証拠。行っちゃうよ、入っちゃうよ。ああ、クローズじゃん。やっぱり閉まってるみたいだ。当然か。なんかすごい声しない？なんかすごい声しない？なんかすごい声しなかった？中からパタパタした音が。大丈夫か？Gが？Gが出たのか？今、叫び声が聞こえたよ。ママさんの声みたいだ。絶対虫でしょ。大丈夫か、ママさん。水の中任せてくださいよ。思うがしっかり対峙しますから。どうかしましたか？ないよ。なんだ、やぶから棒にびっくりさせるんじゃないよ。まったく。なにって夕べの坊やじゃないか。どうしたんだい？すごい声したから。どうしたって、ママさんこそ。ああ店の掃除してたらさ、出やがったんだよあいつが。まあ一回は出るよね、一回は出るよね、さすがにね。ダスキン呼ぼう。ダスキン。あの茶色の。それかなんか家とかにさ、害虫とか、あの、まあ、例のやつが出たとしてもさ、なんかそういうところ電話して呼んだら来てくれるらしいよ。割と駐在で追っかけ回してたら突然こっちに向かってきやがったんだよ、あの野郎が。ありがちな嫌なパターンですね。結構うちのマンション高い階だけど出たよ一回。だろ、思わず声が出ちまったよ。私としたことが。どっか入ってくるか分かんないからね。みっともないったらありゃしない。なんかカバンとかにも入ってくる可能性もあるだろうしね、その辺で置いたカバンとかにね。怖いよね。とにかくご無事で何よりです。それから俺も徹底して地面に置かないとか、チャックを閉めるとかも徹底してるもん。私は大丈夫だよ。いや怖いよね、わかるよ。やつへの嫌悪感って、あれ絶対なんか昔戦争とかしたことあるって。一回あいつらがまだでかかった頃に。いつもこんな時間から仕事を始めているんですか？いや、いつもはもうちょっと遅い時間からだね。ゆうべはあんたたちが帰ってすぐに店を閉めたんだよ。早い時間だったけど、たまにはいいかって。ああ、そうなんだ。で、疲れさせちゃった？今日はちょっと早めに出てきて、店の掃除をしてて。まあ出ますよ。仕方ないですよ、それは。室内の方があったかいしね。あれが出たってわけですね。そういうこと。それで、探偵の坊やは何をしに来たんだい？ゆうべ、ママさんが本当は地元の人だと分かったんで、改めてお話を聞かせてもらえればと思ったんです。まあ主に聞くのが一番いいよね。なんか頼みましょうか？なるほどね、可愛い坊やの頼みだ。協力するよ。気に入ってくれてるね、翔子ママ。ありがとうママ。本当ですか、ありがとうございます。神に高いボトルつけといていいからね。あ、じゃあ聞く。18年前の事件。ゆうべも言った通り、事件のことはよく覚えてるさ。ただね、当時の私は自分のことで精一杯だったから、正直どうって事件だったんだよ。まあ、世間の事件のことをね、そんな構ってられないもんな。自分と同じくらいの弱いの子がひどい目に遭ってるって。いや、特に10代なんてそんなの関心持たないって。普通だよ、ママが。聞く、気づいたこと。私の叫び声を聞いて店に飛び込んでくるなんて勇気があるじゃないか。勇気も何も、普通飛び込むでしょ、知り合いの店だったら。考える。手がかりは似顔絵しかない。ああ、見せてみるか。昨日見せなかったっけ、続きの似顔絵。昨日から見せてくるけど、そりゃ一体誰なのさ。続きみのりっていうやつなんですけど。続きみのるという18年前の事件の関係者なんてさ。そういうことかい。そういうことなんですよ、鈴木のこと。鈴木みのるね。悪いけどやっぱり聞いたことない名前だよ。見せる、まあ、この似顔絵で
誰なんだいそれ。18年前に行方不明になった少年の現在の姿を予想して描かれた似顔絵です。何度見ても心当たりないね。聞く、18年前の事件、当時の私は考えるか。手がかりは似顔絵しかない。え、あーと、じゃあ続きのこと。その名前に心当たりはないね。どうすればいいんだろう。気づいたこと。心配してくれてありがとうよ、坊や。似顔絵見せたよね。もう一回見せる。すみません、もう一度よく見てもらえますか。粘るね。粘り強さは大事だよね。何度見せられても見たことない顔だね。あの変態の素顔がこんなだったのかもしれないけどさ。まあ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 、紙袋かぶってるもんね。仕方ないよな。そもそも想像で描いた似顔絵なんだろ。実際の顔とは違うんじゃないのか。こういうのってどれぐらい似てるもんなのかね。ママさんの言う通りだけど、今の僕にはこれが唯一の手がかりだ。聞く、続きのことなんかない。もしかしてその男が犯人なのかい。そんなわけないか。まあでもあの日から行方不明なんだよね。可能性はあるよね。そうかもしれませんが、よくわかっていません。ただ何らかの形で事件に関わっている可能性は高そうです。そうなのよ。18年前の連続少女殺人事件の最初の被害者の少女と接触があったらしくって。最初の被害者なんて名前なんだい、その女の。何ちゃんだっけ。橋爪彩香。当時17歳の少女です。知り合いだったりしない。18年前に17歳か。私と同い年だね、その子。可能性あるよね。知り合いの可能性。聞く、まあ、同級生とか紹介してもない。橋爪彩香。彩香って友達はいたけど名字は知らないね。どうだ、かすってるかもしんないよね。似たような境遇の子は似たようなところに集まるから知り合いになることが多いのさ。ゲーセンとかかい。でもみんな下の名前でしかない。なるほど。自分の名字が嫌いだからね、そういう家の子たち。親と大体問題がある人が多いんだもんね。ちょっと悲しい話だな。私の知り合いがその子だったとしても詳しいことはわからないね。あんまりお互いのことは話さないんだよ、うちらみたいな。すごいな、なんか海外みたいな。実はならず者たちの集まりみたいな。殺された日、彼女の父親も亡くなったんです。なんでまた。火事だよね。橋爪さんのお宅が火事で全焼して焼死されたんです。心当たりない？火事とかで。そういえばその頃確かに火事があったね。お、聞く聞く聞く、火事。それがその火事なのかどうかは知らないけど、少なくともこの町じゃなかったね。ああそうなのか。だから橋爪彩香ちゃんは私の知らない子だよ。離れた町のことは付き合いなかったしね。いや残念だな。そうなんですね。ママなら何か知ってそうなのにな。もしかして、なんか聞いたことある。その親父が犯人なんじゃないの。いやそれはないと思うんだよな、死んでるし。わかんないけどさ、酔っ払って娘を殺して寝た箱で火事を起こして。あんたどんな人生を送ってきたんだよ。父親が犯人というのはなさそうなんです。なさそうなんだよな。違ったかい、そりゃ残念。残念はないか。残念は言い過ぎだな。だからもう一人の男が疑わしいのですが、事件の日から未だ行方不明で。それが鈴木実って男なんだね。はい、鈴木はもう亡くなってるんじゃないかと警察は考えているみたいなんですよ。血を流して失踪してる可能性が高いんだよね。確定なんだっけか、気づいたこと。逆に聞くけどさ、なんで続きは死んだって思われてるんだ。
実は鈴木は大怪我をしたまま行方が分からなくなっているんです。まこっちゃんが差し違えた可能性があるよね。自宅アパートにかなりの血痕が残されていたそうで、それですでに死んでいるのではないかと考える向きがあるようなんです。その自宅アパートっての、当時私が住んでた家の近所のアパートのことだよ、きっと。掴んだぞ、手がかり聞かして。どういうこと？18年前のある日、近所のアパートに警察車両が数台来たんだ。あのバチクソなんか貼ってある家、何貼ってんだあれ。なんだろうと思って様子を見てたら、刑事がそのアパートの一室に出たり入ったりしてて、うん、アパートの大家が興奮しながら刑事になんだかんだ言ってたんだよ。うんうん、そのアパートの一室が血だらけで、住んでた男がいなくなったって話は後から聞いたのさ。なるほど。その時はふーんくらいにしか思わなかったけど、今思うとその続きって男のことだったんだろうね。ママさん、その町ってどこなんですか？ああ、私がその頃住んでたのは亀松町って町さ。ああ、ついに違う土地に行くことになるのかい？この店がある瀬川町の南側にある海沿いの町だよ。亀松町、行ってみるか。ああ、ありがとうママ、素敵な情報を。ママさん、2対1も払ってないのに。ありがとうございます。僕、亀松町に行ってみます。神に2本一番高いボトルつけといていいから。ちょいとお待ち。あ、はい。10万ぐらいつけといていいから、紙に。こんな情報警察に聞けばよかったんじゃないのか。あんた警察に知り合いがいるじゃないさ。あの国家の犬使えねえんすよ、情報流してくれないんすよ。どう思います？ゴミですよね。いや、その税金泥棒がよ。あ、警察にもいろいろと事情がありまして。ほらごらんよ、警察なんて当てにならないんだよ。肝心な時に使えないんすよあいつら、ほんと。いや、俺別に警察に何の恨みもないんですけど。警察が捜査情報をベラベラ喋るわけにはいかないか。なんならペラペラ喋る方がこいつら終わってんなって思うけどね。行っといで、坊や。変態相手なんだから十分気をつけるんだよ。まあそうだね、相手は殺人鬼だからね、はい、行ってきます。もし出会ったとしたら、ありがとうママ、ジーにはくれぐれも気をつけて。あのブラックキャップ結構いいらしいよ、今度買っていこう。ブラックキャップ出なくなるらしいよあれ。俺家にめちゃくちゃ置いてるもん、ブラックキャップ。あ、亀松町商店街、ここが亀松町か。怪しいやつおるな。幸福駅前とはまた雰囲気が違う。いや、これはこれでいいよね、この街並みいいよね。こういうさ、なんていうの、屋根のないアーケードってちょっとテンション上がるよね。俺だっかな、活気を感じる街であると同時に、18年前おびただしい血痕を残したまま姿を消した男が住んでいた町。うん、もしその男こそが鈴木みのるだとすれば、この町には事件の手がかりがあるに違いない。解いてやりましょうよ。あーと、聞く、誰に声をかけようかな。呼んでみるか、とりあえず片っ端から。いや、まあお店の人じゃないですか、タバコ屋のおばあちゃんとか、なんか知ってんじゃない。あ、でも町の人もありだな、タバコ屋の店主。気持ちよさそうに船を越えて。ああ、それはかわいそうだな。この人ちょっと気になるよな。あ、なんか音楽聞いてんのかあれ。あ、すいません、お話を。いや、まあ、完全に相手を間違えたな、すいません。なんだよ札幌ラーメン。袋麺でも提供してんのか。ああ、行ってしまった。ランニング中だったのかな。すいませんね。気づかなかったみたいだ。ワンちゃんのお散歩してるこのお兄さんは、この町の人っぽくない？ちょっとよろしいでしょうか。ん？なんだ？鈴木みのるさんだったりしませんか、あなた。僕は宇津木探偵事務所の探偵なのですが、ちょっとお聞きしたいことが。いや、でもこれもし犯人に声かけちゃったりしたら、たまんないよね。へえ、探偵。探偵って儲かるのか？儲かるわけないだろ普通に考えて。あ？絶対好きじゃないとできない仕事だと思うよ。やりがい搾取じゃん。儲かるなら俺も雇ってくれよ。
事を辞めたばかりで金がねえ、マジで。そこの魚屋に雇ってもらえ。募集はしていないと思います。そっか。普段はどんな事件とかお仕事担当してんのかね、宇津木探偵事務所は。まあいいや。やっぱ浮気調査かな。で、話って何よ。聞く。だから話って何。ああ、なんだ、見せた方がいいのか。見せる。続きの似顔絵、この人知りません。続きみのるという男性を知りませんか。以前この辺りに住んでいたのですが。見覚えないな。続きっていう名前も聞いたことないね。まあ特殊な名前だもんね。聞いたら覚えてそうだよな。顔は覚えてなくても。誠の似顔絵。誰だこりゃ。クゼマコッちゃんって言うんですけど。ごめん、わかんないや。使えねえな、帰っていいよ。ごめんな、何にもわからなくて。それじゃ Go to home。 いえ、ご協力ありがとうございました。ハウス。ああ、なんだ、すんだっか。呼ぶ。誰呼ぶ。この人呼んでみるか。おばちゃん詳しそうだよな、そういうの。すみません、お話を聞かせていただけませんか。え？私？はいはい、どうしたの？ああ、快活な女性で助かりますね。僕、宇津木探偵事務所で探偵をしておりまして、今、人を探しているんです。あらまあ、すごい！探偵？お若い探偵さんね。なんとこの子19歳なんです、奥様。いいわよ、情報通のおばちゃんに任せて。ああ、何？亀松町の主かい？あなたが。ありがとうございます。2人目の主に出会っちまった。これ7人見つけたらなんかいいことあるんじゃねえか。見せる似顔絵。この辺りでこの人物を見かけませんでしたか。あなたの息子さんだったりしませんか。鈴木みのるという名前で18年前にこの辺りに住んでいたのですが。鈴木みのる。私も鈴木だけどとかならない。はいはいはい、鈴木みのるくん知ってるわよ。引いちゃった。ジョーカーじゃん、この人。本当ですか。無敵のカードだ。最近会ったわけじゃないんだけど。おー、はいはいはい。以前お世話になった工場で働いていた子が、確かそんな名前だったはずよ。お詳しく、お詳しく。そう思ってみたらこんな顔だったかしらね。私が知ってるのはもっと若い頃だからね。当時の顔も書いてもらった方が良かったんじゃないの。18年前だいたいこんな感じだったと思うんですけどって。おう、その工場はまだあるんですか。ええ、今もまだ頑張ってらっしゃるみたい。あの鮮魚店のおっちゃん一人で喋ってるな。トドロキモータースっていう車の整備工場よ。トドロキモータース。車を3つ書くトドロキで、とってもわかりやすいネーミングなの。そこの角を曲がって宮坂、まっすぐ道なりに行って住宅街を抜けた先にあるわよ。ああ、道まで教えてくれ、ありがとうございます。めちゃくちゃいい人じゃん。絶対主だよこの人。車3つの驚きと。貴重な情報どうもありがとうございます。ああ本当に。あれはまこちゃんのも見せとこう。知らない。私の知らない人みたい。おばちゃんにも知らないことがあるなんて悔しい。全知全能ではないんだな、羽川翼さんだ。いえいえ、全然問題ないですよ。知ってることだけだ。僕、めっちゃ悔しそう。行ってみようと思います。おばちゃんがお役に立てたようでよかったわ。今日はなんだかいいことがありそう。わらをもつかむような思いですから、こっちは。気をつけていってらっしゃいね。はい、情報ありがとうございました。あざっす、行ってきます。これで行けるようになったってことか、トドロキモータース。あ、行こう行こう行こう。行くぜ、トドロキモータース。あ、学校パートに来ちゃいました。これはあゆみちゃんパートってことだね。じゃあ一旦ここでセーブしよう。